はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、としです。今回ですね、皆さんに今回言及させていただくことっていうのが、私が初めての海外旅行に行った時ですね、シンガポールに。で、その時にですね、体験したことをちょっと一つお話ししようと思います。で、そのことっていうのが、何かっていうと、飛行機、帰りの便なんですが、飛行機の、遅延プラス、突然のゲート変更でございます。なかなか、貴重な体験をしたので今回話させていただこうと思います。まあ、ちなみに、まあ、これが、いわゆる私が泊まっていた YWCA フォートカニングロッジが奥に見えるんですが、まあそこからですね、荷物だけ取って、受け取って空港に向かっておりますという状況ですね。まあ、こんな感じでこんな感じでこんな感じとで、ツーリストパスも返してですね、空港にいよ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 空港に到着しました。早いね。うん、いよいよ空港に到着してしまいましたと。ちなみにですね、これを話す前に、皆さんに1個知っておいてもらいたいのが、私がどういう便で行くかっていう話なんだけど、これかな。私が行く便っていうのが、行く便、まあ帰る便なんだけど、午後じゃないね、深夜1時20分に、現地時間1時20分にシンガポールを出発します。まずで、そして、日本時間の、こちらの日本時間ですねの9時5分に、日本に、名古屋にですね到着すると。だから、シンガポールチャンギ国際空港発、名古屋セントレアに到着する便でございます。で、ちなみに私が例のホテルを出発した時間っていうのが14日の、午後6時半でございますので、かなり早いよね。うん、実はこのチェックインっていうか、搭乗できますよって時刻が、搭乗開始時刻がこれの1時間前の、深夜0時20分なので、まあ、そこから逆算してもだいたい6時間前に出発したという感じでございまして、で、さっきのいよいよこの到着したっていうこれですね。ちょっといい画像ないかな、こっちか。こちらの画像を撮った日、まあタイミングなんだけど、7時45分です。結構かかったね。うん、意外と時間はかかった感じかな。中心部ぐらいだからね、島というか国の。で、7時45分、まだまだね、時間たくさんめちゃくちゃあります。7時45分、まあ、8時20分まで、まあ、40分と考えると、9、10、11、12、搭乗開始まで4時間と40分あると、だいたい5時間ぐらいあると。で、まず、これを見てください。かわいいです。それだけです。多分ね、これ、チャンギ空港の、なんかモチーフにしたキャラクターなんだと思います。多分ね、飛行機かなんかだと思うんだけど、可愛いよね。僕こういうの好きだよ、こういうので。私が乗るのはシンガポール航空なので、ターミナル3でございます。チャンギ空港本家ですね。ターミナル3に向かってテクテクと歩いて、ターミナル3に到着しましたと。奥になんか森みたいなのも見えますが、まあ今ここに掲示板がたくさんはないんだけど、まあ、ここに掲示板があって、例えば今話題の香港だったり、ジャカルタにも行けます。あとはどこだろうね、コルカタとかね。コルカタ聞いたことあるんじゃないでしょうか。あとドーハだったり、ヤンゴンだったり、上海、羽田だったり、メルボルン、オーストラリアだったり、
あとはロンドンにも行けますよと、いろんなところに行けるんですよね、この空港。これ見てるだけでも結構楽しいと思います。東京成田にも行けるし、ブリスベンにも行けるし、まあとにかくいろんなところに行けます。まあ、これ見てた感じだともう本当にローマにも行けるし、アムステルダムにも行けるし、大体いろん、ほぼほぼいろんなとこに行けますよね。まあ、こんな感じで、シンガポールのチャンギ国際空港っていうのは世界的に見てもものすごいハブ空港でございます。もう世界各地に行けます、ここから。アジア圏だけじゃなくて世界各地にすっごい飛んでるので、はい。でなんか最近の話だとターミナルを増設したのかな、なのでさらにまたまた大きくなってくんじゃないかなと思うので、迷う危険性はあるんだけど、どこに自分がいるのか分かんなくなる。でも非常に非常に便利な空港になってます。すごいしね、綺麗だし安全だし。で、ターミナル3ということで、シンガポールチャンギ国際空港なので、シンガポール航空のお蔵元で、お膝元か、お蔵元お膝元でございます。こんな感じで、いよいよチェックインするんですが、まあこんな感じですごい南国風ですよね。で、私がこの機械でやってくださいって言われたんですね。これがだいたい8時7分ぐらいに撮った写真なんですけど、現地の、まあこの機械で自分でやるんですよ。ピッ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 ってチェックインがすっごい楽です。混まないしね、で日本語表示もあって、他には、英語、あとはちょっと読めないんだけど、その次が中国語と、あと朝鮮語もありますね。はい。で、まあ、ご覧の通り、シンガポールチャンギ空港発 NGO 名古屋空港行き、SQ672 便に乗りますね。はい。座席は53位と。で、10分前に閉まりますよって、ここまで日本語化されてるんですね。で、搭乗時間もこうやって書いてあります。0時20分。で、搭乗口でモニターをずっと確認くださいと。で、ここで、これが出てきました。まあ、これがいわゆる、搭乗券というやつですね。結構ね、ここまで行くまでね、そんなに時間かかんなかった。これがだいたい8時10分なんで、やり始めた時間が8時7分なので、だいたい早いね、3分でできたよ。カップヌードルだよ。ね、で、まあ、これが出てきたんですけど、まあ、よく海外とか飛行機乗られる方ならわかると思うんですが、このキャリーバッグ今持ってるんですが、キャリーバッグになんかくる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 巻くのあるよね。シールっていうか非常にでかい、くるっと回すやつ。あれもね、こっから発見されるので、それも自分でつけてきます。はい。もうほぼほぼ自動化。まあ、最後、ごめん、いろんなとこ見せてるね。最後、この左側にある、ところにバックドロープってあるんだけど、キャリーバッグ、それを巻き付けたキャリーバッグを預けておしまいということでございます。もう非常にすんなりなんですよ。で、まあ実際ここまでできたのがもう全然混んでないので、深夜でもないんだよね、まだ8時とかなんで。で、結局私たちはもうすんなりバッグを預けて空港内をフラフラーっとするわけですね。バッグ預け終わった時の私です。後ろに森もあっていいですね、緑もあるからイエーイってしてますね。テンション爆上がりでございます。爆上がりっていうよりもこれから帰るから、もう最後のシンガポールって感じやな。んで、まあ、空港内を、まあ、散策するわけですね。非常に大きな空港なので、もう見切れないぐらいあるんだけど、
こんな感じで、謎のラピュタみたいなね、ラピュタみたいな感じなんだけど、出てきそうな感じなんだけど、謎のこのオブジェクトもありました。はい。で、まあ我々はこの次どうしたかっていうと、まあこの奥の方に、フードコートが見えると思うんですね。こんな感じでバーガーキングもあって、で、あとはまあここら辺にちっちゃなお店がたくさんあると思うんですが、全部フードコートでございます。で、私はそこでですね、すっごい綺麗な写真だすっごい鮮明だね、こっちの方が。バーガーキングが、ほらメニューまで見えちゃいそうだよ。拡大してみる。さすがにそこまでは見えんか。でもこんな感じで、あ、そう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 、知ってる？今これこの鳥ちゃんいるじゃん。これがね、なんかイルバンズって思うのかな。これがなんか今結構流行ってるらしいですよ。うん。日本にも上陸したのかな。ちょっと知らないんだけど、結構流行ってるらしいんで、見かけたらなんか買ってみるといいかもしれない。よくわかんないけど、何を売ってるのか。よくそれで進めたもんだと言われるんですが、まず私はもうお腹が空きましたので、もう言ってもね、この時点でもう8時とかだから、あ、もうブラブラしてたからもう9時ぐらいになってんのかな。でもうお腹空いたので、いや、すくよね、9時まで何も食べずにさ、お昼食べてさ、おしまいは。ちなみにお昼はね、何食べたっけ、あれか、マクスウェルフードセンター行ったね。うん、海鮮のパリパリのやつ、焼きそばじゃない、パリパリの、なんて言うんだっけ、名前出てこんわ名前出てこん。多分ね、これ見せた方が早いと。先見せていい、マクスウェルフードセンター。そうそうそう、これなんて言ったっけ、これを食べました。はい、中華ですね、いわば。んで、このチャンのこの空港で私は何を食べたかというと、まあ、こうやって上がってったわけなんだけど、ちょっと待って、これが出てこないではないか。はい、こちらですね、なんだと思いますか。はい、シンガポール名物のチキンライスを私は食べました。実際まあチップインまで済ましたんだけど、ここまでは、特に大きな問題もございません。すんなりとですね、ゆったりと、かなり早めに行ったのですっごい焦ることもないです。かなりというか、もう空港内で半日過ごすレベルで行ったので。で、まあこちらですね、チキンライスですね、シンガポールのチキンライスの方を食しました。今回旅で食べるのは2回目なんですが、今回のやつね、ちょっとね、これ骨があるの分かります？これ骨がね、すごいあるんです。食べづらくて、骨も何だろう、下手すると食べちゃう、一緒に食べちゃって、ちょっとそれがあまりよろしくなかったので、私はあまりここのチキンライスは好まない。チキンライス食べるなら、まあ、他のフードコートのやつが美味しかったな。うん、お腹いっぱいの状態で食べたんだけどねあっちの方が美味しかった。で、スープはね、もう絶品。もうスープだけで良かったかもしれない。そんなことはないねお腹空いちゃうから。でございます。はい、でございます。はい。で、私はいよいよですね、ご飯を食べ終えて、まあ、中に入るわけでございますね。はい。いよいよこのこっから中に入るんです。中に入ってくと、さっき上からね、見た写真どっかにあったと思うんだけど、どこだったかな、これかな。上から見るとここなんかショップとかたくさんあると思うんだけど、
まあこれが上から眺めれるんだけど、確かごめん適当なこと言ってたらごめんね。まあここから中に入っていくと、制限エリア内ということになってるんだけど、まあ私たちもそろそろそこに向かおうかなということになりました。もう10時ご飯食べたのがもう9時半ぐらいだから、もうそそくさともう向かうことにしました。で、まあ、この中に向かってみるとどうなっていたかっていうのを皆さんにちょっとご紹介したいと思います。これね多分驚くと思います。はい、ルービートンがまず目の前にそびえ立っております。で、左右を見渡すとこんな感じで、こんな感じで、非常にねたくさんのお店が並んでます。でもう一個どっか分かりやすい写真があったんだけど、どれかな、これですね。はい、この写真を撮ったのがね9時半だね。うん、なので本当に食べてすぐ向かったって感じですね。で、まあご覧の通り、奥までずっとねお店が続いてるんですよ。お土産屋さんもそうだし、あとはルイ・ヴィトンとかそういう高級ショップもたくさんあります。まあシンガポールならではって感じなのかな。で、まあいわばこの制限エリア内のこの中が、まあ一つのショッピングモールじゃないんだけど、本当にデパートというか、まあそういう類みたいなものになっております。はい、でね、この中にもねちょっとした軽食屋さんもね、これの後ろの方かな、ずっと歩いていくとあった気がしたんだけど、本当にサンドイッチとかそういうものを売ってるような感じだね。んで、しばらくこの中で、まあお土産をたくさん買ってました。なんだろう、ターミナル3だけじゃなくて他のとこもこんな感じになってるらしいんだけど、他のターミナルもね、お土産屋さんが豊富にあって、例えばこれ今、手元に持って何枚確認、あ、タイガーバームだね。タイガーバームも売ってるし、まあ、あとありとあらゆるものを売ってます。例えばね、あとシンガポールラブ T シャツみたいな感じあの I love シンガポールとかなんかあるじゃん、 I love ニューヨーク、 I love 東京みたいなね、とかもバリバリシンガポール色に染まったような服も専門で売ってるとこもあったし、まあ、とにかくねすごいですよお土産も豊富で、なんだっけ、あのシンガポールのお紅茶のお店 TWG だっけ、あれもあったよね確か。でもね下調べほとんどせずに行ったからね、TWG のことすら全く知らずに行ったので、あ、そういうお店があるんだってことすらね、うん、シンガポールに存在するんだってことも知らない状態で行っちゃったんで、それをお土産に買わなかったのでちょっと後悔してますね。うん、まあ、紅茶飲めないんだけど、そういうところの飲めるかもしれないからね。うん。で、まあひとしきりお土産を爆買いしてですね、したんですが、まあとりあえず一言言うと、日本人の方とするとやっぱりチャイナタウンで買った方がいいんじゃないかなとね。シンガポールただでさえ物価高いのに日本よりも、空港価格でさらに割高になってるし、小分けのものっていうのね、なんか個人的には少ない感じがしたので、日本人ってよく会社とかに小分けのものをね買ってくじゃん、とかまあ知り合いとかでもね、そういうのがねなかなか少ない気がしたので、私としては。なので、まあ
僕からの提案はチャイナタウンで買うことをお勧めします。安いし種類も豊富だし、小分けのものもたくさんあると。もしくは地元のショッピングモールセンターのショッピングセンターというか、まあそういうところで買うのがいいのかなと思う。地元の人が行くような、安いから。で、いよいよですね、掲示板を、適当に眺めてたら、すごいもうこの青いの全部シンガポール航空なんだけど、この青いのも、ほら、青いの全部シンガポール航空よ、これ。向こうにもロンドンに行きもあるし、ね、ロンドンまで行けるんだよ、すごいよね。ニューヨーク、ジョン・F・ケネディ空港もあるし、すごいね。これはなんか別の航空会社かな、わかんないけど。あとはアムステルダムも東京成田もペルーかな、ペルーにも飛んでるんだって、すごいね。ソウル、パリ、メルボルン、ミュニッシュってどこだろう、サイデンとブリスベンとかいろいろあるんだけど、これですね、名古屋行きっていうのがあると思うんです。この672便の、こちらですね、ケープタウンもあるし、こちらに私たちは乗るんですが、ようやく掲示板に出てきました。まだね、この写真を撮った時間自体がみゃーじゃない10時半ぐらいなんで、あった、10時37分って書いてあるね。なんでだいたいね、まだ搭乗開始の2時間以上、2時間前か。なので出発まではね、もうまだまだあるんだけど、まだね、どのゲートですよっていうのは空欄だと思います、黄色いとこね。で、ローマ行き、ヨドーハ行き、おいちいち感動してるね。で、このアプリもね、見ました、この瞬間。その目はこっちでも出るんじゃないかなって、出ました。はい、ゲートがどことかってまだ出てないんだけど、ターミナル3に行ってくださいねとかいろいろわかります。で、使用する機材もこうやって載ってます。エアバスの A330-300 という機体でございますね。で、一気に飛んだんだけど、現地時間11時45分、これまでだいたい1時間以上あったと思うんだけど、どうしてたかっていうと、搭乗ゲートの近くで寝てました。寝てました。いろんな椅子とかいろんなとこあったんだけど、ちょっとね、いい場所空いてたんですよ。人がダメになる、あのソファーって知ってます？ああいう感じのがあってさ、もう本当に自分がドスッと座るとそれに吸い込まれてくる感じのやつ、あれで寝てました。治安もいいしね、そんな空港で盗みもするやつもいないし、スーツケースも預けちゃってるし、もうお土産もだいたいパックに全部入れちゃったんで、手荷物のバッグに、寝てました。それ抱えて寝てました。で、いよいよ、0時ですね、出発が近づいてまいります。あと20分で搭乗開始というか、搭乗開始時間でございます。すると、びっくりね。搭乗開始5分前。まだゲート開かないなと思って待ってたら、ピコーンってなってこんなのが来ました。シンガポール航空の、このアプリから SQ672 便、私が乗る便の搭乗ゲートは変更されましたと。搭乗ゲート B9 でご乗車されてくださいと。ご搭乗をされてくださいということで。いや、焦ったね。これがね、館内放送とか流れてなかったので、みんな気づいてなかったのに、とりあえず僕が先、一足先に向かってると、着いたぐらいかな、これもう1時24分なんだけど、0時24分、もう搭乗開始時間過ぎてるんだけど、椅子で待ってました、開かないもんだから。
扉開かないもんだから、もう目の前の椅子ね座って待ってました。誰も来ないし誰も来ないんだもん、だって CA さんすら来ないんだもん。で待ってると、ようやく館内放送がこのぐらいに流れて、ようやくこれがつきました。このテレビっていうか画面がゲートチェンジって書いてあるんだけど、館内放送はね、日本英語の後に日本語が流れたような思いがした、うん、ただね、まあシンガポール日本行きだからこういうの流れたのかもしれないし、シンガポールだから流れたっていうのかもしれないんだけど、これね、もし他の空港での乗り継ぎとかそういう時にこういうのあったら、多分ね聞き逃してる可能性が高いよね。英語ってさ、普段使わないから聞き慣れないじゃん、いくら数日間いたとしてもね。特にシンガポール日本人が多いわけだし、どこ行っても日本人だらけだし、ツアーとかそういうので行かなくてもね、まあ僕も今回個人全部手配してあったので、ホテルからこの飛行機からね、なんで、それでも日本人だらけなんですよシンガポールで。まあそんな感じで、あんまりね英語って聞き慣れないわけよ、しかもそんな流暢なね英語なんてだもんだから、聞き逃してる可能性が非常に高かったと思う。ね、やっぱりね館内放送ね、みんなしっかり聞いとくべきだね。で館内放送があんまりあれだったら、ちょこちょここのこれの前に行って見るぐらいはした方がいいと思います。ちょっとねゲートをチェンジとか、ゲートの番号も出るしね、結構ね距離あったんだよね今回、なんで気をつけないといけないです。で、いよいよ登場というわけですが、これね金属探知機みたいのでね、一人一人やっていくもんだから非常に時間がかかったよ。でもねやっぱり皆さんにお伝えしておきたいのは、どうしてもアプリに携帯の容量があれっていう時は別なんだけど、その航空会社のアプリを落としとくぐらいは必要だと思う。今回みたいにこういう情報がね事前に出てきてくれるところも多分多いわけなので、自分の便を入れとくとね、まあ、ちょっとそういう情報だけはね、まあ、日本語で配信してくれなくても、まあ、Google のアプリとかでね翻訳アプリとかね、写真撮ってそれをビーってやるだけでね読み込んでくれるんで、まあ英語で出てきても大丈夫だと思うんで、ちょっと写真じゃないアプリだけは落としといた方がいい、僕はいいと思います。うん、安心だし。でいよいよこの搭乗前のところの待合室のところにみんなずらーっと並んでるというか、まあ座ってるんだけど、まあ私はちょっとまあ壁際にいたんだけど、こうやってこれの時点でもう0時50分ですね。もう搭乗開始時刻大幅に遅れてます。30分遅れです。んーでいよいよ搭乗というところですね。飛行機機内いよいよ搭乗なんですが、こちら、この状態の写真ですね、撮れたのが実はこれが先か。私がね搭乗しました、座りましたと。で飛行機の中ねすごい寒いんで、上着なんか持ってってください。ブランケットあるんだけど、もう寒い寒いから、やっぱ欧米人とかねそういう人ってガタいいからさ、すごい冷やしてあげないと暑いんだよね多分。僕からしたら非常に寒かったです。真冬以上の寒さでした。これ真夏に行ったんだけどね。でこの写真が、1時19分これも1時19分なんで、もう出発時間ですね、ほぼほぼ。まだね前の方ゴタゴタしてるし、僕たちはだいたい一番後ろぐらいの席だったので、後方の席だったので、
もうね、ファーストクラスとかそういう人と一緒ぐらいのタイミングかな、で乗ることができました。で、まあ、こんな感じでもうだんだん前の方が乗ってく感じなんで、結構ね時間かかりました、ここからも。で、まあそうしてると、まあ、CA さんが後ろから来てメニューを渡してくれました。朝食ですね。これがだいたい1時33分、もうすでに遅れてますが、朝食、今日の朝食は季節のフルーツと、和定食の場合は、鮭塩焼き、卵焼きと野菜とご飯とスクランブルを選んだ場合は、チキンソーセージとトマトとポテトとともにと、あとはパンとバターとコーヒーと紅茶、もしくは全茶をご用意しますよということでした。はい、あ、そうそう、メニューこんな感じでございます。ブランケットもあってね、いや、なかなかねこんな綺麗なメニュー渡してくれるとこないと思うんだけど、シンガポール航空はエコノミークラスでもこれがあります。エコノミー専用ですから、これいいね、こういうので。まあ登場できて一安心ですよという感じですね。はい、画面こんな感じですね。はい、でこれがあれかも、これがあってさっきのが出てくるんだ。ここら辺までシングテルの使えたんだけども。で、いよいよ出発するんやなとこれ流れ出したからね、思ったのが1時37分です。でこの画面も見ながら、まだ0キロだなと、いつになったら出発するのかなということでずっと眺めてました。これがもう1時53分20分遅れで、まあ、速度の様子もこうやって見ながらね、まだ電気ついてるのでまだ出発してないんですよ。もうこれ3時、ほぼほぼ3時でご、あ、2時でございます。2時、まだかななんて思いながらね。で、まあ、この画面も眺めて、ああ、ようやく出発するのなと思ったんですよ。まあ、18キロって出てると思うんだけど、スピードですね、これがもう2時1分。ただ、滑走路付近まで、ダダダダとバックしたりしながら進んでいったんだけど、なんかね全然出発しないんだよ。でよくよく放送聞いてたら、まあどうやらあの上空が混み合ってますよっていう話だったね。滑走路っていうか上空が、なんでこういう画面もちょっと眺めながら待ってたんだけど、なかなかね出発しないわけよ。これ一時速マイルって書いてある、ね、でようやく明かりも消えて、あ、そろそろかなと思ったところで、これが2時12分で、雨がバタ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 って降ってきて、突然すっごい音で氷河なんか降ってきたかと思ったよ。でまだまだシンガポールの信号テールは使えてるんだけど、違うな、この時はもうあれか、切っちゃったか電源。うん、で、まだかなまだかなって思うながらね、まだかなって思いながら出発を待ちわびていて、本当になかなか出発しなくて、で結局ね、結局どれだ、ここまで見たね、まあ、これを、まあ、取り出したぐらいにもう一回明かりがついた気がしたんで、確かこれを取り出したぐらいが2時26分なんで、もう私たちの出発予定から1時間遅れなんだけど、そんぐらいからようやく出発しだしたんだよね、ゴゴゴゴゴゴゴって。もうすごいね、一回タイミング逃しちゃうとあれなんだろうね、もうすっごい混雑しててさ、なかなか出発させてもらえないんだろうね、いくらシンガポール航空でも。でしばらく待ってようやく出発です。まあ、結局到着としてはそんな大差ない到着だったんだけど、まあ
かなか貴重な体験をしました。まあね、まあ別に全然苦じゃないんだけどね、待ってるのとかは、うん。まあシンガポールの土地に足をついてれるのが結構長い、通常より長い期間シンガポールに入れたわけだから、まあ、別に苦じゃないんだけど、まあ、こういう経験を、初めての海外旅行でするもんなのかななんて思う。まあ、貴重な経験をしましたというお話でございます。結構長々とお話しだったね。うん。まあ、結局朝食、あ、ビールも飲んでね、朝食もこんな感じで出てきたので。朝食はもうね、もうあれなんだけど、もう朝なんだけど、こんな感じでスクランブルの方にしましたけど、非常に美味しそうな朝食です。このね、スクランブルエッグはね、すっごいなんかふわふわなの、本当に美味しいの。で、まあ結局こんな感じ、すごい、この真横だったから音はすごいけどね。で、まあ、到着と、というわけでございまして、はい。ということで、まず僕がお伝えしたいのは、何があっても動じないでくださいねと、まあ、あとは情報を適宜確認しておくようにしてくださいねと、掲示板、こういう掲示板を見てねということですね。あとは、できればもうそういうのがあれば、その航空会社のアプリを落としとくべきですよっていう、こういう情報来るのでっていうことと、まあ、いろんなトラブルも含めてか旅行なので、そのトラブルも楽しみましょうということでございます。はい、ということで、皆さん今回もご視聴の方ありがとうございました。なかなかね、こういうことたくさん経験することあるのかどうかわかんないんだけど、あのターミナル移動までは行かなかったんだけど、ゲート移動っていうのを体験したので、こういう大きい空港だとよくあるのかわかんないんだけどね。うん、まあいろいろ今後のためにもなることが一気に体験できたなと思います。まあシンガポールね、入国はすごいスラスラというか、質問も何もなくて、OKとかイエスって言って通り過ぎておしまいだからもう10秒満たないんだけど、入国審査が。そこだけがね、ちょっと今回勉強できなかったところです。まあ、入国審査どんな質問されるのかなってビクビクしてたんだけどまあまあこんな感じで、最後の最後にこういうトラブルというか、まあ、バタバタしたんだけど無事に帰ってこれましたよという話です。皆さんもぜひぜひいろんな体験してね、いろんな体験をしてくださいと、同じこと2回言いましたが、まあ、とにかく楽しみましょうということでございますね。ではでは、今回はご視聴の方ありがとうございました。ではバイバイ。